9月の19日、今7時、朝の7時半です。ただいまの気温。今日天気はね、薄曇りです。ただいまの気温、何度？22度？ 3 度？そのぐらいですかね。まず花鶴荘さん、花鶴荘さんがね、前回までずっと咲いてましたけど、今はね、花芽が多分ない。これが咲いてたやつだね。花芽がね、今はないですね。まあでも新しい葉っぱこう出てるんでいい感じかなと思いますけど。カーネーションさん、カーネーションさんはね、こんな感じなんですが、花がね、もう全く咲くような気配がないです。これだけだよね、これ、この鉢、この一鉢、これだけがね、あの唯一ね、これ咲いてくれてます。これ花を摘みした後、またつぼみがこう出てます。これ出てますよね。この一鉢だけなんですけどね、何でしょうかね。後の鉢はね、ちょっと咲いてるような、そんな感じがありません。咲くようなね、そういうつぼみがねありません、もう全く。アボカドさん、アボカドさんこんな感じです。葉っぱどんどんね、新しいの増えてます。いい感じですよね。ほら、あとはさしきのバラさん、さしきのバラさんなんですけど、やっぱりね、これほら、このバラ咲き始まったのを見たらね、やっぱりロマンティックアンティークさんですね。ということでね、この鉢とこの鉢、ロマンティックアンティークさんだと思うんですよ。これもまあ今から咲くんですけど、これロマンティックアンティークさん3世になります。はい、あと名前これつけておきます。香りもね、そっくりです。香りもすごいです。親譲りの香りすごいね。いい香りですよ。かわいいね。前回咲いてくれたのはね、バラひろこさん、ホットショットさん、濃いピンクのバラひろこさんのホットショットさん分かったので、これは4世という形でね、名前つけております。この鉢はまだ分かりません。多分ホットショットさんかもしれませんけど、もう一つね、あの別の種類のやつを挿し木した覚えがあるんで、これちょっと分かりませんけど、まあそんな感じで、いいかなと思います。あとこれ名前つけておきますね。あとは、クレマチスさん、プリンセスダイアナさんです。こっちがね、何やらね、これつぼみらしいんですよね。これ1個だけ、これ見えるかな、これがつぼみらしい。ただね、それしかつぼみがない。何なんだろうね。ちょっとね、咲くような気配がないんだよね。つぼみをつけてくれるような気配がない。どうなんですかね。1回目の自芽剪定した後の、2回目のつるを出してくれたんですけども、咲くような気配がないですね。
それとこっちは打って変わってね、いっぱい咲いてます。老口さんです。つぼみもね、いっぱい出てます。まだ出てる。あと終わった花あるね。これ終わった花、これ取っちゃいます。これも終わった花をね、取っちゃいます。こんな感じで、終わったやつはね、取ってあげた方がいいです。プリンポに取れますんで、ね、これも終わったやつだね。こんな感じでどんどんね、取ってあげればいいと思います。あとはそんなもんかな。あとつぼみにね、ほらもう色ついてきてますよね。ほらここにもあるけど、ちっちゃいのはこれももう終わりだな。花でもね、いっぱい咲いてます。ほらいい感じで。あと隣がね、クリスパさん、クリスパさんもね咲いてます。ほらね、咲き始まってますね。またつぼみもね結構ついてます。これここにも、この辺全部つぼみついてますね。ここにもありますね、つぼみ。いい感じでね、つぼみつけてます。もう下にもあるね。なかなかいいと思います。それとその隣がね、白前さんとテッセンさんなんですけど、白前さんはね少しずつは咲くんですけど、なんかそれで終わりみたいな。多分今回はね5、6個ぐらいしかつけてない。なんかしかもね、こんな変な、あんまり元気のいい花じゃなくて、いまいちな花、なんですかね、わかりません。テッセンさんはね1個も花つけてません。なんか上の方は枯れ込んでるような気もしないでもないし、まあこんなもんで終わりなのかもしれないですね。それと欧弁慶僧さん、もう花終わりですね。これちょっと今から花摘みします。まあ欧弁慶僧さんのね、花摘みっていうと、こう切ってあげるだけ、こんな感じ、これで終わりです。花終わったんで、花首からね切ってあげるだけです。あとはね、そうだね、徐々にね枯れてくるんで、最後にね枯れて、枯れ切ったらね、あとジニア剪定、すればねいいと思います。なんかユリさんと同じような雰囲気、そんな感じの、まあ、方法をね、ゆりさんと同じような方法で最終的にジニア剪定です。それとバラさんですね、濃いピンク、これは薄いピンクか、薄いピンクのバラひろこさん、前回ね、虫にね、つぼみ全部やられてまして、剪定したわけなんですけど、こんな感じでねちっちゃい芽が出てます。あとは1個だけ、これ1個だけね、かろうじて、残ってたんですけど、これがこのぐらいまで大きくなりました。あとは全部食われちゃったんで、今はない感じですかね。あとその隣が、濃いピンクのバラひろこさん、ホットショットさん、これは3世ですね。これがねつぼみつけ始まってます。前回はどこで切ったんだっけ、あ、ここか。前回ここで剪定して、ここから今40センチ50センチまで伸びたかな。
そのところにね、ここら見てください、これたわわに出てますよ、つぼみが何個、1、2、3、4、5個、つぼみ5個つけてます。こんな感じです。あと隣もね、20、4、5センチ、伸びて先端につけてます。こっちも同じ24、5センチ伸びて先端につぼみ、つけてますね。すごいね。こっちはまだつけてないかな。多分でもこれつぼみだと思います。ここにもあるの。そんな感じでね、精力的に伸びてます。育ってます。あとその隣がね、ロマンティックアンティーク、こちらがね、2世です。まあ、前回からね、綺麗に咲いてます。こんな感じ。前回1回ね、花穂剪定しましたけどね、これもう終わりですね。もうこれちょっと花穂剪定します。これの花穂剪定はね、つぼみがね、すぐ下から出てるから、本当に花だけ、花摘みです。こんな感じ。バラバラになっちゃった。こう。あとは、これ。これももうそろそろ終わりだね。これの場合はね、ここから、伸びて、ここで咲いてますんで、ここら辺の、芽があるところ、ここだな。ここで切っちゃいます。これは？これはもう開いてるね。これはここから伸びてる。で、ここで咲いてますんで。だいたいここら辺の芽があるところ。ない？これかな？こんな感じ。あとは？これはもう開きそうだね。これは、どこから出てる？ここか。ここから出てずーっと来て咲いてます。ここら辺に芽があれば、あるね、これ。芽があります。芽があるところで、剪定です。やっぱりね、芽の大きいところで切ってあげるのがね、ベストなんで、なるべく、芽がね、ここにあるこの芽、これ。この芽がね、大きいところ。で、切ってあるのが一番いいと思います。これももうそろそろなんだよね。もうそろそろだね。じゃあ、これ、ここに芽がしっかりしたのがあるんで、この上で切っちゃいます。こんな感じ。はい。これでいいと思います。今ね、バラ集めてきたんですけども、集めてるうちもね、すごい香り、ものすごい香りがします。いいですね。ものすごい香りでした。あとつぼみがね、1、2、3個残ってるんでね、また、2週間ぐらい先にはね、咲いてくれるかなと思ってます。あ、ここにもあった。ごめんなさい。3個だね。4個か。4個残ってます。すごいね。まだ4個。今、花穂剪定が5個やりましたけどね、まだ4個つぼみ残ってます。すごいですね。あとはミニバラさん、ミニバラさんがね、肌荷に相当やられてまして、これもちょっとね、花穂剪定今日やりたいと思います。今からこれやります。じゃあミニバラさんの剪定です。ミニバラさんはね、もう花摘み
まあそんな感じで考えてもらっていいと思います。ということでね、どんどんね、こんな感じで花摘みしていけばいいのかなと思います。ここら辺かな、芽があるところだね。こんな感じ、ちょっとね、ハダニにやられてまして、いまいちね、ちょっとあまり葉っぱがねよろしくない、そんな感じなんですけどね。ちょっとこんな感じ、まだねつぼみあるね。これ今から咲こうとしてる、やつもあるね。ちょっとまずいな、これ。肌荷だな、相当すごいね、これ。ここ、ほら。これ、どこだ？あ、これだな、ほら。見えますか？葉っぱの間。まずいね。花をつけようとしてるのもあるんだけど、これ肌にがねついてるからね、もう切っちゃいます。つぼみちょっとね、もういいわ。つぼみあるんだけど、これここにつぼみあるんだけどね、もうこれね切っちゃいます。あと今から肌に対策の散布します。相当しんどいね、いっぱいついてる肌荷が。ちょっとまずいね。こんな感じかな。こんな感じでいいかなと思いますけど、一応ねつぼみもね花も全部取ってます。はい、そんでもって、あと今からね肌荷対策で薬剤散布します。こんな感じです。もうちょっと後で切った方がいいかな。今ね剪定を終わったんですが、やっぱ肌荷がね相当すごかったんで、ちょっとね冬剪定じゃないけど、それに近いぐらいの剪定しました。葉っぱ全部落としました。やっぱりね、ほら間にもね、なんかねそういうクモの巣っぽい、これ肌荷なんですけど、そういうのがねついてまして、やっぱりね相当しんどい、感じでいたみたいです。まあ、こんな感じでいいかなと思います。と最後にね、クリスマスローズさんです。クリスマスローズさんはね、ほんとやばいことになってまして、原因はね、わかりません。多分でも私の水やりの、頻度がね、多かったからかなとは思ってます。はい、反省してます。で、この鉢についてはね、フローレンスピコティさん、この鉢についてはね、新芽が出てきてるんで、もうこれ切っちゃいますね。これもう、ダメなんで、切れないかな。地の手でこんな感じで切っておきます。
あとはね、新しい芽がね、出てき始めてるので、まあなんとかね、なってくれるといいんだけど、これフローレンス・ローズリップさんはね、何にもなくなってます。これダメかもしれないな。ダブルレッドさんはね、新しいのが出始まってます、これ。かろうじて、多分大丈夫かなと。エレガンスアイスさんもね、ちっちゃいの出てます、これ。これでもわかりません、どうなるか。あとの鉢はね、まあ新しいのも出てるので、新しいっていうか、古い葉っぱが出てるので、多分大丈夫かと思うんですけども、あそこら辺の鉢もね、葉っぱがないんでね、どうなのかなと、ちょっと心配してます。以上、こんな感じで、育ってます。Thank you.